はい、すみません。こんにちは。読んだよ。そう。今日レグナードの僧侶行きたいんですけど、今日強さいくつですか？それ大事だよ。強さ、強さだよ、強さ。俺の読みだと2なんだけど。4。え？雷100にしようか。家族にドラクエの話しても全く触れないな。わら。4って最強？今日最強？4って最強？最強。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずもなく。積み上げすぎたよ、どうしても。おい、なんだよ、最近最強多いな。お疲れ様でした。え、最近2日に1回最強じゃない？昨日は最弱だったよ。強力バトルロード。レビューが4ですか？マジか。じゃあ3だったらやろうと思うけど。ありがとう、笑。いや、ちょっと多いな、最強。ちょっとな、装備揃えよう。とりあえず装備整えよう。あ、装備だな、そうだな。準備すりゃ準備な。マジかよ。あ、ちょごめん、一瞬電話、一瞬電話。永遠に終わらないコンテンツ来ていい？ちょ、電話、ちょっと一瞬ごめん。コロシアムのルーキー破門募集ないですか？確かに多い。レグ枠だからコロ吉の出番はないから帰りな。コロのルーキーってなん？レグ宅体、今となっては強さなんでも一緒。1111兆、1111億、1111万、1111。どうせ5分後殺してるよ。コロ。釣り場みたい、わら。以外なら何でも。釣りギャンブルみたいな。和骨無茶しやがる。初心者コロシアム対決面白かった。
ジグサーさん。おはようございます。そらそうだよな。そらそうだよ。このタイトル見てみんな見に来てんだもんな。そらそうだよ。というところで、レグナード、装備揃えよう。はい、ナイス、ナイスブラザーども。はい、結果を消す。皆さん、いろいろ教えていただけませんか。私、本当、何もやったことがないので、必要な装備とか教えていただけませんか。予算3000万ぐらいでいきます。3000万ゴールドぐらいでいきます。こんにちは、和骨です。俺でも魔法使いの装備持ってんだよ。もうちょいいるかな。本当にレグ僧侶者なのか。いやそうそう、初精霊王、精霊王持ってんすよ。とりあえずこれで OK。聖剣者のミトラドアという、いや足これでいいべ。いや足これでいいっしょ。雷百僧侶ですよね。重さだけは絶対いりますね。あとは宝珠、封印麻痺、初僧侶、さらにフィグサー、レグ4、クリアは無理だな。足重さ、重さです、重さがいります。マジで、うわ、ハードル高っ、ハードル高っ。安いよ。重さ本当に重さ284、本当に、ずっしりとの宝珠、本当です。マジで僧侶は押しから重さはマジ、マジで。ちょお前ら本当、いやお前らなるべく言うこと聞くけど騙さないで、本当マジマジ、なるべく言うこと聞くけど本当騙さないで、痛いけな俺を騙さないで、本当買うから。もうほんと装備買うときすげえ損してんだよ金。お前ら騙しに来るからよ。いやお前らマジで騙しに来るから、今まで5億ゴールドぐらい損してんだから騙されて。もう今だから言うけど、もうパラディンブレス 100% なんかいらねえから。パラディンブレス100にするだけ2億ぐらいかかってんだから、1億いくらかかってんだから。全部重さ4あるならだいぶ安いよ。イグサーさん、お金の力で雷100重さ282にすればかなり楽になるよ。それはうぜ、重さない僧侶だけは地雷です。じゃあ、頑張ろう。よし。痛いけ。ちょ、マジで行こう。和骨。今から、レグナード僧侶の、ためので、また俺レグナード TA やりたいんだよね。俺レグナード TA やりたいから、全部できるようになるとちょっと俺参加できるじゃん。そのインドの重さ錬金あれば精霊王でもいけますよ。先に重さいくつまでいくか確認してから買った方がいい。重さいくつあるといいの、いくつあると渋いの。最強行きたいだったら雷100、いや雷100行くか。雷100装備を揃えます。282。テレアサニティ先輩出てます。282以上。先に重さ結果やって、ちょっと重さ、お客さんこんにちは。こんにちは。マコヨロなら簡単わらわら。いや精霊王じゃあった。いやさすがにお前らあれだろ、精霊王で雷100、重さ282、これでいい、これで OK。 これでいく。これ渋い、これ視聴率上がる。ちょっとこれ視聴率上がる、これこれどう、視聴率上がる、これ。雷100なら呪い100もいる。雷100ならブレス80でもいい。これはすごいと思います。わら。え、装備ある僧侶はめったにいないよ。マジで全一。マジで。でもちょっとさ、いや、なんか2億の盾買わなきゃいけないとか、そういうのやめようぜ。いや、いや、2億の盾買わなきゃいけないとか、そういうのはちょっと嫌ですね。なんだそれ。やばい。いくらぐらい、5億は無理だな、ちょっと5億は無理だな。5億って何よ。本当、でもお前らのテンション的に
すごいことをやろうとしてんだなということが分かった。そんなにかからないですわら。じゃあまずちょっと、まず何買う、まず足買う。ちょっとメモしよう、メモしよう。コーナーちゃん、コーナーちゃんとメモしよう。いやいいな、一歩遅れてると、いや一歩遅れてると、このやることねとかブイブイ言わなくていいからいい。足重かった時7000万とかだった気がする。足重さ4チ、まず縦トンへ。雷の時の重さ280キロですよ。今日のレグはちなみに何、まあ最強だからね。まあ最強倒しちゃおうかな、最強いきなり倒しちゃおうかな。ブレス、ちょっと待って、まあまあな、ちょっとあんまでかいことも言えねえから、まあ、まず目指すのは雷な。重さチェッカーしてからのがいいよ。迷わずに総理が知らない限り負けないもんな。重さチェッカーとかそういうのいらねえだろ。雷、ちょっとこの病気みたいなやついるけど NGT、ね、バイトさせてくださいとか病気みたいに言ったやつ、タムユ以外 NG。 ブレス80、重さ282。呪われる僧侶とかわらわらですよね。まあ、わらわらだな。ズッシード、ベホイミ、ザオランの瞬き。そんなんあんのか、やばいな。ちょ、これを機会に僕と一緒に僧侶始める人いませんか。120目指すか。120いるよな、それはな。装備からの。で、これね、宝珠がいるとかそういうのになるといかんのよな。雷呪い100かブレス80でまず予算決めしましょう。よし、特にズッシーの瞬きかな。ズッシー遅いから。マジでフバーハ聖剣士じゃねえな。装備品、精霊王。精霊王の客体。こちらが重さいくつ ?99。99ないな。重さ39ぐらい。和骨です。ナイスこんにちは。フバーハ、ズッシ、ベホイムの瞬きはいるかな。40、45。高いな。1980万ゴールド。雷呪いは写真でも使えるし立てやすいから買った方がいいよ。重さ99。わら。戦士だけあれば特に問題ないけど、戦なら全部あるのつけといた方がいい。高いな。高いな。高いな。これぶっちぎり。ぶっちぎりこれ。買いましょう。アクセはカランとは引き寝れないよ。余裕よ。え。おい重さ99って。わら。これとりあえず理論値これ。これ理論値これ。とりあえずこれ買えばいいですか。え、足って何つける可能性あるの。重さ装備、いや重さ装備とか何もねえよ。重さ理論機材はアクセないから。いや何もねえよ。アクセル、はい、顔アクセルギア。はい、顔アクセルギアね。もう顔はもうアクセルギアね。顔もうこれ顔アクセルな、これな。いやお前ら、これとりあえず重さ買っていい。ちょっと重さ買っていい、マジでマジで。重さ、精霊王の重さ買っていい。届くかどうかチェッカーで見てからじゃないと。これマジマジマジ。チェッカーとかいらないっしょ。そう。重さはアクセができてないからマジで理論値しかない。いや、これ出た、この買わ、この買わせたいぜ。売ってくれる気がする。いや、純理論でいいじゃないの。いや、純理論でいいだろう。これしか使わないな。純理論でいいだろ、お前。重さチェッカー死にならとりあえず理論変え、わら。おもちゃ、おもちゃ。じゃ、お前ら。お前ら、とりあえず、足は重さね。まあ、足は重さ以外ないね、君たち。足は重さ以外ないんだね。建物じゃ届かないかもしれないよ。理論使ったら渋い。理論使ってたら間違いない、わら。まあ、そうだよな、お前ら。やっぱ理論値だよな。なめんなよな。そう。はい、それでいいと思います。足は重さな、こうしょうがない、これもう行くしかない。理論値なら間違いない、重さ以外ありません。腹出したじゃねえよ、足。三河市理論値もありだよ、それで行き足りなかったらどうするの。マジ理論値なら後悔しない。まあ、理論値だな、そういうことだな、お前ら。じゃあ、理論値買うの許す人はナイスワンコメント。理論値買うの、理論値買うの許す人がナイスワンコメント。いや、まあ、ここで理論値買うなら俺はついていくぞと。今日ついていくぞと。いや、これはもうついていくぞと。さすがに今日重さがあったらお前の覚悟に免じてついていくと。はい、54来た。はい、これ、まあ、これだな。はいはい、重さ、はい、じゃあ、はい、装備、はい、どうも。
ちょまわら、あと予算が1000万だった。ダブル。ちょまわら、ちょまわら、予算があと1000万だった。これ大丈夫か。精霊を重さ、あ、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。え？おい、足りないってなんだ！ふざけんな、わかったり！お前足りないってなんだ、お前！お前足りないってなんだ、お前！ふざけんな、お前！おい、ふざけんなってなんだよ、お前！ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から、僕の場所は見えるはずもない。全然足りね。まあまあ、冗談さておき。ハイドラありますから、重さ。ありますから、ハイドラの重さ。これ間違いないね、これ。これ間違いないね、これね。これ間違いないね、これね。ハイドラ。いいね。ああ、いいね。来た来た、来ましたよ、皆さん。ね、フィクサーメーカー。送料フィクサーメーカー。今232と、232ですね。おお、おい、50も足んねえぞ、おい !50 も足んないじゃないか、ちょっとどうなってんの、これ。ちょっと待って、まずは重さな。それからね、まあ、あとは、まあ、ああ、そうそうそう。あれですから、皆さん。あれですから、アンキュありますか、アンキュが。ね、アンキュがね。アンキュがありますか、アンキュが。オシリス242。242、それから、陰籠。封印の陰籠。おお、俺、重さついてる。俺、お前ら、重さついてる。重さ5もついてるよ、来た来た。いや、ついてる。いや、ついてる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 。おお、来た来た来た。おい、247、これ来てるべ。247、あとは？お、来てる来てる来てる。で、あと、縦。不思議の。あと15、20あればまあ大丈夫。不思議のカード、はい。縦は買う。いや、皆さん、やっぱこういうのがドラクエ面白いっすね。そのアクセル無理。いや、皆さん、マジ、ドラクエこういうの面白いっすね。こういうのやりたいんですよ、俺。なんか1億天満の時思い出しますね。このフィクサーが強くなっていくっていう。3月24日のサンドスのドラクエモンスターズ城下さんの製品版が楽しみです。ルフ、ルフ盾で雷、空港は使うんや。ルフ、神盾ね。重さ8ついてるか？重さ宝珠つけてます？重さ宝珠はつけてる。280には無理だけどそこそこ行く。280にはダメなの？何それ何それ。ちょかめしよ。まあ、とりあえず最優先事項、重さな。押せなきゃいけないと。効果を消す。効果を消すからの、まあ。まあ、攻撃いらないな。攻撃とかいらない。全体で重さを得つければ届くんじゃね。昨日俺も買ったから分かる。ダブル全部揃えても足りない。3月24日のサンドスのドラクエモンスターズジョーカーさん。効果つける重さ1。何してましてんだよ。ナイス、こんにちは。金のネックレスつければ行くんじゃない。体上は足りないので効果をせ、しかもお前ら俺レベル93だからなめんだよ。ドラゴンクエスト初日で93だから、24時間以内に全部93にしたから。バラの下に重さを敷いてばこれでもいけるね。成長させる重さ、はい。ブレスとか食らわなきゃいいだけじゃね。ブレスとか食らわなくていいでしょ。成長させる、はい。成長させる。これ MP とかいらねえよな。でこれでこれでまず2、来た256256。あー、来てるよ256256。はい、256256。で、あとは何よ、256だろ。いや、いけんじゃねえ、これ。宝珠ついてんじゃん。重さはついてるよ。達人オーブ、闇だっけ。成長しただろ。ライガー超早くさ、オノムソン、なんだっけ。大防御、パラディン、なんだっけ、炎。先見の目。あ、踏ん張り魂来た、ほら。
おしかもちゃんと、おいおい、ちゃんと法事強化かかってる。12、12、ほら、重さ12、重さ12で、スティック何か、あの何、あのスティック何、スティック、スティックか、スティック、あ、ついてるな、あ、スティック、スティック、エンシェント速度21、エンシェント、エンシェント理論値速度理論、エンシェント、魔人の勲章あったらつけようにあがる。マジで、ちょっとモーモンバザー情報ある、モーモンバザー情報。まあこれでお金足らないの分かって、速度理論値や、速度理論値だな、これはな、速度理論値じゃないとか舐めてんな。バザーで買うな、誤差だからな。買いに来た、装備、武器、スティック、エンシェントタクト、これの呪文発動速度21。あ、これ、あ、やばい、これ色ついこれだな。え、安いね。え、これエンシェント、これでいいの？安いな。なんだこれ。顔即決、速度理論とか安い。そう、オッケー。白いのだね、わら。死にはいらない。今白いのだな、さすがにな。さすがに白いの、これさすがこれだな。エンシェントタクト理論値、はいこれ、はいはい、はい、そう。安くなったな、買った時の半額以下だわ。デルフの雷な。これブログあげよう。色気にするんですね。今重さいつ？ルフ、ルフの何？ルフの今重さ。重さ250キロ。これ全然上がんねえじゃねえか、お前。2しか上がんねえじゃねえか、お前。259。ブレス。259の後がなんだ。雷ルフな、ルフの縦な、縦ルフでいいの、間違いないのこれ。ルフ、え、ルフで間違いないの、ルフで。こちらが万能流しじゃなくて、これが魔人の勲章、はい。お、261まで、261。はい、261。精神ならもっと重いぞ。あ、精神か。精神だって、精神。これ、金ロザ、これ、金ロザ間違いない、これ、金ロザ。これ、迫害だって、迫害、指輪。雷耐性ついてるの欲しいな。雷28、呪いかブレス。カードも入れて275までビッグサイク。体上で重さかる。重さ次第かな。あ、そう、装備。じゃ、ルフ、ルフ、じゃあ、これ、精神か。いや、精神いくか、精神、精神の雷、雷14%。雷32ある。雷、これか、雷14、18か、18か、18。うわー、置いてねえよー。いや、置いて、18以上ないよー。精神18以上ないよ、14しかないよ。アンク合成すればいいやん。じゃあ14だな。ちょっとアンクだな、これな。縦と体上で28な。縦と体上で28。じゃあ体上はあれか、14でブレスか呪い。14でどっちがいい？ブレスの呪いどっちにする？これ結構マジな話。お前、これお前ら金足んねえな、これな。ちょ、おろすわ。ちょ、おろすわ。ちょっと1億。しょうがない、もう買ったからもう1億おろすわ。1億買ったら足りる、これ。しょうがねえな。視聴率のために1億ぐらいかけるしかねえな、これはな。え、どっちどっち？ブレス盛ると呪い食らわない？え、これマジマジどっちマジどっちマジどっちこれ。まあ、縦はまず精神な、これな。縦は精神確定な、これな。初めて買った。で、錬金効果、呪い100。ブレス100なら呪いはいらない。3億、ブレス食らうから呪いがある。雷100なら呪い100。
僧侶でブレス食らうことない。縦髪なり14呪い100、体上来14重さ15。ほんと、じゃこれ呪い100安。どう考えてもブレスだろ。どっちよ。これだ、1500万する。呪い100、雷14。不眠麻痺はもるけど呪いが必要な時ってほとんどない。どっちも買っとけ。呪い、怯え、呪い。呪い18だと宝珠の雷耐性試験とダメやぞ。それいいね。聖樹かけるも前提だから呪いでいい。雷100でも呪い100ないとポンしないといけなくなるよ。どっちも買っとけ。呪いいらん。ブレス食らうような崩れた時はフバーハ消えてんだよ。呪いはいらないだろ。ブレス100目指せ。ブレス100、またあれ、パラディンと一緒に。パラディン高いおやつは完全に魔法。ブレスと呪いであんけ。いやこれマジで教えて、マジで。社長ルフで雷28、呪い64の盾あるよ。みんな意見割れてるな。意見割れるな。ブレスつけないなら呪いでもいいけど、あんけでいいよ。社長はすげえポンコツだぞ。それを踏まえてアドバイスしてやれ。あ、すげえポンコツだけど、アマミアパラと合わせるなら重さ262で足りる。ボンいらないようにするための雷100、呪い100だよ。あんけ、高いか高い。こいつにフバーは維持できると思って言ってんのか。100無理なら80でいいだろ。ここは結構割れる書かな。自分は呪い。あんけ一択、呪いでいいやろ。呪いと雷。ブレスの方がいいです。どっち？ちょマジで、ちょこれマジな、これマジな。はい、ブレス1。これマジ、これマジ、これマジ。ブレス1呪いに、これマジ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 、マジ。マジ。2ばっかじゃん、2ばっかじゃん、2ばっかじゃん。いやいや、絶対雷呪いの方がいいって。小池がやるならブレスやな。いや、どっちだよ。いや、これでもどうか。はい、呪い。じゃあこれ一応聞くな。はい、はい、僧侶盾。はい、僧侶盾。はい、僧侶盾。はい、ブレス。呪い、知らん。聖女忘れずに毎回入れるなら呪いでいいけど、値段見せて。どっちも買っとけ。俺は縦雷呪い、従来重さで重さも雷もちゃんと届いてるぞ。もう3秒前、2秒前、1秒前が、はい。いやよしかコメント言ってねえかな。結構割れた。小池が不買いできると思ってるのかな。ブル、わらわら、結構割れた。デブは一言ある人ばかりだから議論白熱だな。呪い100ブレス14の3にしとけって。知らん、多分ピクサーだと聖女無理でブレスでいく。知らん、わら。お払いは結構面倒い、高い方でいいよ。ああ、高い方ってなんだ。もうこっち金関係ねえんだ。こっち金でダメージ。ということはこれが渋いってことですか。ガチはブレス一択ってことで、は呪い。高い方を買え。なんで呪い言うんだよ、わら。どうなるからブレス。いや、これが渋いってこと？これ1億5000万もすんのこれ。フバーは1回ぐらいならできると思うけどな。フバーは1回できる。それいいね。で、これ呪いが100で、これブレス100。ブレス食らうときに自分に聖女入れてる状況がないと思う。呪いいる理由教えてくれ、わら。ブレス 20%。ブレス100にできれば呪い受けないよ。ブレスがいいと思いますよ。いや、ブレス100にできねえだろ。雷100にするから呪い言うやろ。やぶ多いな。指輪はなん、値段高いのがいいに決まってるだろ。ルフで雷28、呪い60。あ、これでいいよ。ゾニア優先。呪い言う理由として小池が不場に開示できるとは思えない。金粉ないらんやろ、買っちゃえ。もう呪い100の雷14でいいか。60にできればいいですよ。フバーハニでいいから。どういうこと、何が、どっちが 60？ まあ、フバーハ、じゃあ頑張ってフバーハやるか。ちょ、呪いの理由。不場に維持できるんか。雷100にするなら呪いなのかもね。雷100。ちょ、俺、呪いも買っちゃえばいいだろ。そうだな、もうあれだわ。呪いにするわ、じゃあ。じゃあ呪いにします、呪いに。呪いで100。不場は更新できるの？できないなら呪い買っとけ。いや、更新できるでしょ、多分。いや、できるでしょ、これ忘れるな。もうこれ買っていい、これ買っていい、これ。とか中途半端にするなら切るべき。不場に開示は辛いかもな。これ渋い、これ渋い、これ渋い、これ。ブレス14呪い100は、できるならブレスだぞ。聖女で10分間に合うし、僧侶が1食らうことない。パラが80多いから更新するだろ。聖女でパラ80多いから更新する。テレレレ、テレレレ、
ルフの、ルフの呪い105ミリ。重さいくつ違うんだよ、重さ。それしかない。これだ、888万。お、これ18番や、これ18番、18番、これでよくね、これ18番、18番。おい、これ18番で呪い100だぞ、これ。更新するなら呪いならんだろ。おい、これいいの、これ。え、十分重さが足りるのかな。18番、18番。おい、これしかもこれ呪い110番あるぞ、これ18。重さ大丈夫？重さいけるの？2回以上は無理だな、下ることになりそう。重さは今すぐ足りるよ。重さはこれ、重さ271だ。重さ10で、重さ10、ちょっと待って、重さ10、ちゃんと重さも282にしろよ。これ大事、これ大事、大事、これ大事、重さ変えば足りるやろ。ブレスに呪いがあるから、ブレス無効にできれば呪いならない。80で1回更新でいけるって。いや、重さ4か。いや、重さの差が4か。でも282って近みでの話だけどね。ルフを買う子いけなんか見たくない。精神だろ。精神か。アクセで伸ばせないんだから、どっちにしろ上で重さ必要でしょ。いや、アクセはまだ伸びるんで、実は。いや、アクセは伸びるんすよ。あの、俺オシリスアンクまだ作ってないんすよ。オシリスのアンクがまだ伸びるんすよ。伸ばせないでしょ。いや、伸ばせる、伸ばせる、伸ばせる。728だよ。天狗でも今捨て、公開はしない。4はでかいぞ。これ4でけえな、4でけえな。じゃあ伸ばしてから考えた方がいいよ。顔と首で12いけるしな。雨宮しかおらんやろ。破片貯めてあるのかな。破片超貯めてある。雨宮なら282もいらんけど、わらわら。4は大きいかもですね。すぐ伸ばせるんだよ、小池は破片貯めてるからな。ちょ、破片貯めてんだ、俺。そうなんだ、破片あんだよ。伝承で、これほら、俺全然、俺今守備3だから、これ全部2いけんの。あ、これ全部2いけんの、これ。オール2いける、これ。ちょ、行くわ、これ。いけるよ、いける。あ、いける。あ、来た来た。43万のからは滅亡してください。いける、いける。まず合成しようか。合成いくわ、合成いくわ。ちょっと楽しくなってきたな。渋い企画になってまいりました。金額の後殺し屋もやって稼げばいいやん。合成ギャンブル。金は今日いいんだよ。こういう時使うためにあるんだよ。もう超ある、超。おい、超ある、超ある。おい、超ある。あの、ついでに合成ギャンブルやりたい人、皆さん、この、このフィクサー、スポンサー企画のために、ギャンブルやりたい人、合成ギャンブルやりたい人、使う。まあ、すぐやるか。てっててれてて。まあ、いいや。やるに決まってるだろ。いや、やらないだろ。ゴールデンタイムならいざ知らずやらないだろ。簡単にスムスク用もさに。マジで来た。ベリナード。和骨です。ナイス和骨。ちなみに100で眠るようなら足は45で282になります。ふざけんなよお前。ふざけんなよ。理論値こっちって。悪霊で重さあると多分届く。悪霊の重さなんかねえよ。悪霊、俺悪霊なんか持ってねえもん。え、精霊を。これすげえな、これ。我ながらアホな買い物だろ、これ。和骨、異能とかも理論値ってことだぞ。でも呼んでの話だからな。ちょ、前ら、ちょっとあの、行こうぜ。顔も悪用外し方がいいね。おい、ちょ、前ら。重すぎて困ることないんだからいいぜ。重すぎても別にあれだろうが。ちょ、待って、これ。ちょ、まあ、とりあえず、オシリス行くわ。今日中に僧侶でレフ倒せるかギャンブル。10あと3でノルマクリア。あ、今日中に倒せるかギャンブル、それは渋いな。オシリスアンク。ん？オシリスアンクだな、これ。オシリスアンク、はい。重さと別にルフでもいいよ、つかないもん。悪霊が引き高いから足は理論値でいいんだよ。はい。まあ、今日挑まなきゃ意味ないからな。メンツは決まってるの？メンツ決まってない。すげえうまいやつだと行きたい。よしかい。もう気合い、気合い。参加したいです。でソウルは俺がやんだろうが、お前。お尻サンキュー、はい。僧侶希望です。頑張るんだ、じゃ頑張るんだ。メンツ次第では案外すぐ倒せたりね。今日の枠のタイトル今年で一番渋い。ナイス。はい、重さ1、はい、上がった。はい、重さ1、はい、次。いくそうはからより嫌だな。合成チャレンジ。ラー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 。もちろんノラだよな。あれ合成チャレンジ、ノラだけだろ。お尻サンキュー、はい。
あやもさん、ノラちょっとノラマジ切れんだろ。お前ふざけんなよ。おい頼むぞ頼むぞ。お前それはねえってお前。お前それはねえってお前。それはねえってちょ待ってってお前これきつすぎんだろ。俺のピラミッド。俺のピ毎週のピラミッドの。俺の毎週のピラミッド。ふざけんなこいつよ。おしりさんかよ。ちょマジ。やべえ、しかも俺マジ取り忘れたやつマジランクだったらしいよ。俺初めてピラミッド取り忘れたのアンクだぞ。やばくね。踏ん張りに飾り今週で10に行くよ。運は味方だと思うけど俺お尻す20回合成して重さ1回しかついたことない。マジでこれやべえなこれ。いやとりあえず理論じゃ無理だから全部重さにいっていいべ。合成チャレンジお尻す俺頼むぜ。無垢の肩がつきやすいからな。おめえふざけんなよ。あ、なくならなかった。無垢しかつかねえよ。おい、ちょ待ってよ。が最初に理論聞いてきました。待ってよ。マジお尻すは7回で理論聞いたから無垢とか信じられない。マジで無垢マジで多いよ。わら、ちょマジこれ重さ2だろ。おめえふざけんなよ。え、あ、な、いや止まったと思ったらレベルアップだった。わらわら怪人かと思った。マジでこんなもんだぞ。いやこれやこれやこれやべえなこれ。手についたらラッキーなくらいだよね。マジで重さワンツーだろ。偏ってるね。ちょ頼むって。よし重さついた。重さよし。重さ1はまあまだつくけど2がつかない。もうちょごめん。重さ1、重さ2で終わるわ。え、重さ1。後についてくれれば嬉しいね。社長は。いいだな。ナイスワゴツ。頼むぞ。お前ふざけんな。お前ふざけんな。あ、これやべえな、これ。2しか上がんないの、これ。せめて重さで埋めよう。せっかくだから作っちゃいなよ。いやいや、ちょっと理論じゃマジ無理だよ。せめて重さつけよう。法事はついてる。理論機じゃないのは理屈じゃないぞ。待て。これの、はい、守備3をケース、はい。おい、頼むぞ。いや、お前。ちょ、やべえ、これ結構鬼かも。もうってママショーもいまいやもうママショーねもうもういまいやもういやマジかーもう。オッケー。ママこれでいいや。雷役ドレス60万億くらいでできるので楽勝ですね。まだ兄弟精神科を。まあ、これお尻サンク1112。まあいいやこれでいいや。ハイドラ不思議のカード封印の陰謀。陰謀はこれまだいけるな。いや陰謀がまだいけるな。これ陰謀がいける。陰謀が重さが2、陰謀今から行こうぜ。重さが5、8、12。はい、で、は、指輪博愛とかいらねえだろ。重さないアクセルギア。陰謀はすぐ完成するよ。封印いるよ。封印いる。ハグアイユ、わら、顔悪用の重さ、封印麻痺。セレオグリーブ、麻痺封印、
ふう今、あ、じゃあこれ、麻痺、麻痺、じゃあこれで OK だ。これ OK だ。麻痺100、封印100 OK な。あれ、麻痺100、封印100 OK。ということはこれ上だ。いや、攻撃魔力とかいらねえもんな。ということはだよ、君たち。ということは、重さ264。はい、重さ264。はい、頭、聖剣者のミトラーさん。頭信託でいいか。やった、頭信託にしよう。じゃあ頭信託で。信託の何？体上で重さ一つ入れたいぜ。正道じゃないと重さ足りないかな。正道とかダッサ。信託にしよう、信託に。重さ264。信託なら縦が精神だな。計算したけど全然足りないよ。頭信託で封印に勝って指を重さにしろ。信託だと280くらいになるかも。マジでし、信託でし。信託で、信託で来た。勝ったな、これ。信託。はい。信託のこれ何？頼みが悪いと思いそう。まず縦にしよう。頭信託で縦精神で OK。頭信託でいこう。信託の何？頭。こう、錬金効果。封印。封印。錬金効果。錬金効果。封印100。封印 100？ラララララ。封印。え、60でいいの？頭60でいい。封印。封印60のはずじゃないの？あ、60でいいの？下についてる。下耐性でしょ。あ、下耐性だ。そうだ。装備下、封印40。信託60。信託60。HP。封印外れいいね。オーケーオッケー、来たぞ、来たな来たな、おい、来た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 、頭信託、来た信託ラララ ラ, ラ、やっぱドラクエは装備買ってる時は楽しいな、おい。封印 60%、 指輪を金の指輪にできる。てってー、指輪を重さにして精神で重さ届くね。めっちゃ高いの買って。とりあえずこう封印。あ、これいいね、これ。いや、これ733がいいな、これ。7373がいいな、これ。それ。73。ユーザーさんこのゲーム動画を携帯から見たいので YouTube でチャンネル作ってください。それ、いいね。これ。7373がいいな。正道だとちょうど280になるけど、信託だと280までかな。聖堂とかしょぼいっしょ。封印。ぶっちゃけここ意外で使わないから金もったいないけどな。そうなんだよな。そういうことなんだよな。四つ目は規約違反なんだよな。ちなみに聖堂。ちなみに聖堂。いや、でもちょっと聖堂のがちょっとウケるよ。YouTube でコロシアムのチャンネル作ってください。いや、というか、重さ足りないなら聖堂にしろよ。いや、聖堂でいい気がしてきた。これなんか聖堂、なんかそんな見え張る必要ない。聖堂だったんぷ。聖堂の理論値でいい気がしてきた。聖堂。ケチるんですかー。ケチるとかじゃなくてちょっとウケるから。1P。聖堂とかこいつ舐めてんのって。聖堂だぞ。1ページ目。おい、やばいな、もう聖堂に書くと。ほんとだ。超やし。超やし。聖堂の株とかだけどではしないで、笑。聖堂の、いや、聖堂の理論値でしょ。信託以外は嫌いです。だって信託とは関係ねえじゃん、説得効果ねえから。それはしょぼいやろ。いや、信託とか関係ねえじゃん。えいな、笑。重さ9。聖堂理論値いけ、笑笑。聖堂理論値でいいよ。聖堂理論値渋いよな。外さない、わら。え、ちょっと、あ、HP がねえのか。
正道なんて見たくないよ。正道 Z で、タッカ、笑。18、正道18、ブロンズクロスダメんなよ。新宅金使わしてだけだろうが。お金をどんどんね。いやお前らあんま変わんない。いやお前ら。セット効果ねえから関係ねえぞお前ら。いやお前ら、カイマとかいらねえだろ別に祈り入ってんのに。いやお前ら、聖堂理論寺の方が渋いだろ。いやお前ら聖堂理論寺の方が面白いだろ。雷役だからない。いや一回聖堂寺一回だ。これかなんだよこれ。しょっぺーなお前。選択にしてくれ。これで、じゃあ HP が大事だから。お前が祈りキープできるわけないやろ。HP19。いや、HP19 じゃん。正道だと重さ強度で選択だと見足りない。わら。正道でクリアできなかったら選択買うか。これで創業するかもよ選択で。正道はないって。いいのかビッグサーが正道で。せめてミトラにしてくれ。レベル7でいい、レベル。19。9、19。ちょっと待って、9、19。9、19。いや、聖堂渋いだろ。9、19で、HP。重さがね、選択だと悪で鑑定してないと282回のよね。選択もハプリオンで。いや、お前ら、おしゃれとカイマしか変わんないぞ、お前ら。HP、しかし、お前、このカイマとおしゃれが上がるだけだぞ、お前ら。しかも重さに低いぞ。いや、お前ら、重さ、いや。社長が正道なんて見せ方最悪ですよ。小池は信託。おしゃれ。わらわら、おしゃれなめんな。いや正道にしろ信託にしろ発言でいい。小池変わったよな。創業が買いまおかしいんだよ。正道だとどうなる失敗する可能性あるな。やまら。見た目が大事なんだ。やまら。大人のたしなみ。え、正道でオッケー。え、カイマ足んないとザオラル失敗するんですか。え、ザオラル。え、ザオラル失敗するんですか。うん。足んないとザ。え、550確定。ちょ待って、そこ大事だから。ちょ、お前ら俺カイマ550あんだけど。いや、お前ら、550あるんだけど。いや、お前ら、ザオ550って足りるんだけど。いや、足りるんだけど。いや、きつくねえだろ、嘘つけ、お前。嘘つけ、お前。ベホイミなんかやんねえだろ、お前。ベホイミしかやんねえだろ、お前。いや、お前、絶対、聖堂買ったら買い、もう絶対買いんじゃねえ、お前。絶対買いんじゃねえ。小池痩せろ。いやお前ら、でもあんま値段変わんねえ。でも800万と200万であんま変わんねえからな。いやお前ら、とりあえず。頭に封印でももういいんだよ。もうこれでいいだろ、これで。ちょっと待って。これ、え、違う。どれだ？正論はやめましょうよ。ちょ、とりあえず、これでいいだろ。一回これにして。一回制度にしよう。じゃあ制度話にならなかったらもう信託買うから。一回制度にしよう。一回制度にしよう。一回な。頭に封印つけるなら金の指輪でいける。かいんですけど、制度は無理でやめてください。制度だからお前。ちょっと一回。まず重さ一回揃えよう。一回な。
で268ね、重さ268でしょ。正論とかは重さ268でしょ。これは会員も激怒するわ。無理ないですよ。会員にあげます。ちょ、お前ら遅い遅い。で、精神な、こっから精神だから、精神買うから、精神買うからの装備大丈夫。お前ら精神買うから、ここでここで精神で思いっきりいくから。雷10、正論の年金の秘密に呼び寄せねえぞ。雷14、これ雷10、はい、有料会員も人名抜けました。雷、あのビクサーが正論。いや、お前ら、それやみ、次から 10% にしろよ。ちょ、お前ら、お前ら本当に会員一人抜けたわ。いや、重さ引かれかじゃなくて、そもそも上に進むみたいな装備。いや、お前ら本当に会員一人抜けたわ。それやみ、雷、わらわら、ざまあ、わらわら。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずもなく。会員はドラクエにも厳しかった。はい、ここは選択だな。リアルここが今、わらわら、わらわら。マジかよー。そりゃ、そう、装備買わねえから会員抜けるときちいなー。いや、装備抜けるから、装備削ったから会員抜けるとかきついなぁ。なんか悪いことやって抜けないけど、きついなぁ。マジか。これ、マジか。総領レグナードで、ちょっと装備、削ったら、総領レギュラーでちょっと装備削ったらチャンネル会員が、いや初のケースだお前ら。いや会員って本当増えねえのに簡単に抜けるんだよな。マジ、いや、マジで増えねえのに抜けるんだよな。渋いよな。気合が足らないな。それでこれが闇じゃなくて、これ雷これ流行んな。いやもうこういう企画やんないよ。終わった。ちょっとじゃあとりあえずどれだこれ。社長ネタですよね。新宅買ったら2人入ってくれるかもしれんぞ。重さ足りないとかないから、精神はいいとして頭はぐれいいのに封印ついてるの買うのはマジで頭おかしいと思う。そしたらまた抜けますよ。ちょ、これ精神が何でもルーフだと 18% だよ。雷100でどうやってすんの。ちょっと雷100のプランをまとめようぜ。社長が妥協するだ、あのマジで、いやいや雷100は行きたいじゃん。雷やっぱ後半図鑑もう受けきれないぞ。ボコボコ抜けるぞ。やばいよな。宝珠取り。ビーナスどころか封印の印籠だから。封印の印籠で29だから。これに。アクセ29、宝珠6、へ精霊を。雷100にするけど。これ白と重さ3にするべきでは、まず宝珠ある紙で見て、封印の印籠、宝珠何、宝珠。重要宝珠取り行くわ。宝珠何、宝珠付け替えるわ。狙って取れねえよ、鉄壁の雷大帝。それあんのかな、俺。雷の宝珠、魔法の鎧じゃダメなの。魔法、小池宝珠あるわけなくね。いや、あれ意外とあんじゃね、俺意外と。雷は試練。試練とかマジかな。試練とかでしか取れないからなかったら積むんじゃね。マジで。ストーム打るとマジで。どこ、場所どこ、場所。炎炭。ないなら 18% 買わないとダメだね。雷は運。会員の抜け方教えてくれ。だから雷18ルフにしろ言うてるのに。およい本じないのに。うわぁ、ほい。詰めたやつおったろ。わら。うわねえよお前、マジか。うわお前ねえよ。うわ、闇と氷と炎しかねえ。マジかよお前。マジかよお前も。ここが今、僕が夢を見上げる場所。試練100回入かないと出ない。みんな頑張ってるんだよ。わら。ああ、18回入ったら
買えばいいだけだよ。マジかよ。マジか。マジかも。ちょ、貝抜けて大丈夫か。ちょ、抜けてけ。このか、雷宝珠がなかったから貝抜ける人。雷宝珠がないために貝抜ける人。やめようそういうのは。雷宝珠あったから貝入ったわけじゃないでしょ。雷宝珠取ってるから貝入った人いないでしょ。やべえなおい。さっきの精神と L8 でいいな。え？おい、妥協するビッグサーの会員になるのか。いや、大きな損しない前提だから100ないと。いや、妥協してないから。妥協してないから。とりあえず、皆さん、相談なんですけど、皆さん、ご相談なんですけど、ルフだと 18% あるんですけど、皆さん、ルフだと雷 18% なんですけど、どうですか？呪い100、ルフだと18。上で28ですか？上ですか？精霊王ですか？精霊王上ですか？防具か。体上。これ精霊王ですね。精霊王。今日最強レギュラーを倒したら会員入る人。精霊王。精霊王からの。錬金効果。神で神で。28のわら。高いな。こんなすんの。いや、たっか。お前ら騙したな。こんなすんの。お前、たっか。騙された。騙された。誰も生命を上の腕なんか出して。騙された。こんなすんのか。俺2000万名かと思ったのに、こんなすんのか。18と縦14で50なし100いけるから。28その話聞け。50ない小池が悪いよな。わざと精霊を18でいい。 18% ね。 18% な。 18% プラス何？ 18 プラス18プラス。どこらへんこれ。いいから買え。18の重さ。18をプレス。しかもこの 20% っていうちょっと中段も。普通のプレイヤーは50持ってるからで。重さなんかねえだろ。重さねえよ。風と雷。18の重さ。重さないない。18の重さねえよ。あったあった。うわ、これマジかこれ。うーわ、3600万。うわ、高っ。3高っ。安いな。これ欲しい。それあれば新宅でいけるけど、重さいらんって。まあ、重さいらんな。呪いが残念。それにしろ、万事解決。重さいらんやろ、わら。まあ、重さいらんな。おい、なんのために重さ頑張ってきたわけわかんねえだろうが。ナオトが持ってるんじゃない。足買わねえでこれでよかった。俺今気づいたけど、足理論値買う必要なかった。俺今気づいたけど、これ買えば足理論値買う必要全くなかった。これか。まあ、マジで話これ。え、これ。それにしよう。どれだこれ。ちょっと待って。ブレス即死。ちょっと綺麗なやつがいいな。なんか綺麗なやつがいいな。これなんか。ぶっちゃけブレスもいらんけどな。ブレスもいらない。コーマ。雷。ブレスならいらんぞ。ブレスはなんで出してるの？ナオトレム装備めっちゃ持ってますよね。いやもうブレス無理。なんだこれ。これでよくねこれで。1でよくね1で。これでよくねこれで。450万でよくね。ええ、わらわら。いや、これでよく、プラス、いや、これでよくね、別に。えいや、はって。21億。この人、持ってるな、ちょっと。社長は3じゃないと。呪い。バイクワクある？バイクして自分で作ろう。ぶっちゃけさ、裸でも4倒せるんだぜ、わらわら。あれ、これ、呪い 70% ってのはよくどうするこれ。それいいかもです。で、攻撃10万ダメージ。どれどれ。これどうこれ。呪いるの？わら。800。
それこれいいかもな。呪い、あれ、俺ちょっと待って、もうわけがないじゃん。呪いどうなってんの今。ワゴツ、今呪い、俺今呪い、呪いどうなってんの。呪い、呪いねえじゃん。え、え、小池は不満無理だから呪い揃えた方がいい。それ錬金できる。プレスキってセイルメインの立ち回りなら呪いだけど、雷14と100の立て替えばいいのでは。僕が錬金しましょうか。呪いは盾だろ、指は呪いつけるんだろ。ケチるとまた抜けるんでね。今雷いつ、指は呪いならいいけど。指は呪い、いや封印封印、あれ封印どうなった、封印どうなった、封印60、封印40は？封印と麻痺は足りてる。縦雷14呪い100。封印100だろ。下がそもそも封印だけでいい。だ封印100だろ、封印100だろ。封印が100になってる。封印 OK。はい、封印クリア。あとなんだよ。呪い100な。縦が紙な。そんな、もう遅いよ。助けてくれ、もう助けてくれ。まあ、簡単に言うと、精神で雷14呪い厄介はいい。麻痺なんから頭吐くだけでいい言うてるのに、僕の雷100創業は下封印で頭むくにしてます。縦が吹く雷18呪い厄と、上が雷18ブレス。体上に雷即死かっとけば邪神でも使えるな。あー、それでいいや。その邪神で使えるやつでいいや。雷即死、あ、それでいいや。1256番さん、それでいいや。他にも使えるやつにしよう。体上、雷即死100、これでいいな。頭からの、頭、体上。体上、一回勝つためにそんなお金使わなくても。体上、いやいや、企画だから。企画ですから。呪いがあれば写真で使える。じゃあ、興味までブクブク重さ増やしやがって。ちょ、まだ、うるせえな。精霊を、ちょ、まとまった。いや、皆さん、本当アドバイスいろいろありがとうございます。金の力でプレスで補っていくスタイル好きです。そうだろ、そういうことなんだ、お前は。人間努力で変えられないとこは金で解決するしかないんだ。これで即死100かって、即死死んだらいけないからな、これな。雷18、来た、これでいいじゃん。雷18即死100どう、これ1930万、予算内ですね。雷呪い、いや、そう、雷コーマ、雷、雷呪いのがいい。呪い盾で作るじゃん。だって、おい、盾どうなって、盾はどうなってんの。呪いの方がいい。ちょっとお前らをちょっと頼むって。呪いやな。もう意味がわからない。賢者とかでも切れるやん。盾が返せでも体上は呪いの方がいい。盾でつけるなら即死でいいよ。プレスも無理だから何でもいいよ、安くても。もういいな。もうこれでいいな、これで。この後裏で雷宝珠取りに行ったらもっと渋い。高いな。即死で OK。即死でいいな、これでな。はい、これでいい方はナイスワンコメント。即死。でもなんだこれ、126%とかってわけあかんねえな、これ。126とかちょっと、即死がでもないな。それはすでに無駄遣い。盾が呪いでいいよ。即死がね、即死が。呪い70%しかないもん。絶対に即死なん。ブレスどすん。ブレスとかいらねえだろ。写真で即死言うの？わら。騙されてる。写真の即死ってよく考えたんだ。騙されてるだろ。いらないな。そう、騙されてるな。騙されてるな。かっか。なるほどね。ということはだよ、ブレスでいいか。てか写真に創業で行くのかって話。そもそも社長は写真で抜いていくやろ。じゃあブレスかい。俺、いや、お前ら、俺、よく考えたら写真ソウルで行かないわ。雷ブレスでよくね。いや、お前ら、俺、さっきのプラス1俺行かないわ。わらわら。ソウルで行かないわ、よく考えたら。わらわら。つかもこれでいいや。つかマジなし、これでいいべ。
え、マジな話、プラス、マジな話、これでいいべ、マジな話。で、ここしかやんないもん。で、マジな話、これでいいべ。いや、マジな話、これでいいべ。賢者で行くかもしれやん。いいよ。いや、マジ。そういうとこ見てグムでいいぞって言ってるんだろ。雷ブレスでよくね。ダメ。抜けますね。わら。雷ブレスだよ。カインヘルゾ。なんでブレスだな、ブレスいらねえだろ。ブレスとかもう手遅れだろ。いや、ブレスは捨ててるやろ、俺たちは。いらないよな、これな。ブレスとかいらないよな。いや、コミは抜けていいよ。会員は抜けちゃダメだけど。ブレスないとこもなんで困るんだよ。なんで困るんだよ。で、ブレス入るといきなり高いんだよ。お前にはブレスないと倒せないぞ。いや、ブレスあるといきなり高いんだよ。枠を極力しない装備だから。マジマジ、ブレス入ったら急に高いぞ。ブレスだろ。でまあ、とりあえずこの呪いが呪い 15% 80無理ならせめて60にはしよう。まあでも基礎こう言うだろう。ブレスじゃないとこいけむけるよ。いや、これでいいな。なんか呪い 15% ついてるし、これでいいな。プラス1装備とか連滅です、社長。プラス3にするよ、じゃあ。これにするよ。450万。これでよくね、これで。いや、これで。これでいいだろ。まあ、でもそうだけど。そうだ、コーマとかいらねえよ。コーマとかいらねえよ。雷やったりゅう。むしろ大王様の刀が魔法でも使えているんじゃね。賢者と賢王なら呪いか。呪いまだ狙ってるん。雷コーマ。え、雷の雷コーマでいいか。これでいいか。雷ブレスだろ。呪いてーてー。ちょっともうなんか目の覚めちゃう。キラボンもしないで正常の未創業の自己バフ。雷ブレスだろ。社長のマイナス装備見たくないです。まあ、マイナスはダメだろ、さすがにね。秋一回は即死よりない。秋一買って自分で錬金しよ。雷ブレスは何考えて言ってるのかわからない。雷役でブレス80とか言ってるやつどうやっても無理だろ。お前ら本当、お前らゴミだな。よでね、450万、これが450万ね。いいか、これがお前ら、これが450万だろ。ところがだよ、これも450万なんだよ、コーマ。そしてこのコーマがちょっと18上がると、これ78万。他どうでもいいよ。雷役にするとブレス60が限界ですよ。雷コーマは魔法でも使える。即死買ってね。 18% ならどれでもいいよ。秋一買え。まあ、秋一買うか。秋一で自分で回すか。オウムだったら秋一。大王様が社長に秋一で自分で回すか。安いのでいいよ。天候か。星三。小池の秋一は見たくない。星三錬金効果。陰謀は29ある。お前そんな金使うんならフンコ買えよ。べそれ言っちゃう。星3回や。そのフーゴ買う言っちゃう。ある。ちょ、秋スロットどうやって探すのこれ。プラス2か。これでいいのか。あ、これだ。上ブレス28、縦28、工場で60いくぞ。おい、空いてるぞ。おい、20、おい、40、これ42%見えるけどどうする。その雷28、オサムマ15は最強。それだな。おい、これどうする、これ見えるけど。これどうする、これ。何でオサムマなんだよ。それがいい。これ回すの。これ回したら渋いな。ちょ、これ。マジでそれ行こう。放送は盛り上がる。これ渋いな。ブレス60なのにそれ以下でいいんですか。あったね。埋めろ。回そう。それいけ。埋めたら1億保存か。小池ならいける。それ買ったらチャンネル入る。いいお金の使い方だよ。18でいいぞ。金子買え。回そう。それ買ったら。お金がついてるの買った方がいいぞ。お前らほんとな、人の意見ってまとまんないよな、それにしてもな。人なの。これ雷ついたら渋いな。いや、これでも、いや、たった1億で放送が盛り上がるのか。たった1億ゴールドで放送が盛り上がる。社長さん、雷18の秋スロでいいかもです。わら、回せ回せ。テレリーテレリーって。いや、雷18の秋スロがないんだよ。ないんだよ。放送盛り上がるなら安い方だよな。いや、ないんだよ。これしかねえんだよ。それ売ってるやつが得するから買うな。埋めたら会員はいる。雷42作ったらチャンネルはいります。いや、埋めたら、いや、それはハードル高えな。買ったら会員入るだったらちょっと買うけどよ。なんだこれ。星2のプラス1で検索。盛り上げるぞ。
星2はん星2のプラス1ありますよ、笑、はい、1のみだぞ、1のみん平等、星1ん星1のみないって回して埋めたら会員入る、サルーできたらサブアカで入会する、3日のみ、星2であるぞ、星は参考から1、3です、星3、星のプラス1だろ、ほか、わらわら、あもうよくわかんねえぞ、パワーアップだから星2乗、おっとっと、さっきもだったら2、1、おっと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 、1500万、プラス1乗じゃなくてプラス1のみ、星2の1のみ、あーオッケ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 ー、おいいじゃんこれ、うわーいいな、それでブレスで回す、でもお前、それでいきましょう、でもお前ら、3人並みの1増えたろ、俺が入って帰ってことだ、それでいいじゃん、まあ、でもお前ら、それでギャンブルしよう、まあ、お前ら、とりあえずこれでいいや、2回チャンスありますし、わら、それ回すのはいいだろ、その2人だけでもこれでいいや、お前仕事できてもドラクエなんも知らねえなのに、なんじゃん、わらわら、ピッ、え、星であってか、助けていいや、助けていいや、おい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 、それでいいやん、ちょっと早く行こう、ちょっと真面目に行こう、あと精神な、もう今の2人だけでもいいや、うん、もうあとさっさとな、さっさと行こう、さっさと立って、精神の立って、割と無事で雷28オサムの15だと報酬あれば杖持ったまま雷役魔法できるけどな、これで精神14だな、精神14、精神の、精神のプラス3、呪い 100%、 これな、呪い 100% だ、もうこれしかねえよな、10100だから、怯えからの、踊らされからの、会員抜けるわ、会員からでいきますよからの、これ1500様、誰もう飽きたからもう買おう、呪いから雷だ、これだよな、うん、ちょっと待って、闇、まあ、これだよね、これしかねえよな、この精神の盾、これだよ、これしかねえよな、 100% の雷14、これしかねえよな、もうな、これ行ったよ、あ、揃ったべ、揃いました、エンシェントタクト理論値、ええな、重さは、あ、揃った、雷役行った、ダンソ星さん280に来た、お前らありがとう、280に来たよ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 、この282だったらいいんだから、わら、すげー、わら、パチパチパチ、おお、来たな、え、この、俺、ちょっとごめん、280、いや、282だとどうなの、ちょ、皆さん、ほんと、あの、282だと何がいいの、うるさい、パチパチパチ、ちょ、まだ282だとほんと何がいいの、これマジな話、282だとどういう感じでいけんの、てってぃ、マジで実際パラが728しかないなんてないから260くらいでいいんだけどね、え、ずっしじゃなくていい、ずっしじゃない、え、ちょ、え、260、ずっしが案内後は素晴らしい、え、260でよかったの、え、でもパラがサボって軽かったらダメ、え、自己ずっしなしで完封、え、260でよかったの、え、そんな重たいなんけどな、え、いつから高橋さんはこんな妥協するようなことになってしまったんですか、うん、パラ次第だから、お前ら騙した、わらわら、え、お前ら騙したわらわら、パラを選ばなくていいからそれでいい、え、お前282の方が楽、今は重さ増えやすいから移動で、わらわら、バラ自分で飛んできる、これでいい、バラの重さに依存するけど用意するのっぽん、ここが今重さいらない、282の意味がわからなかった、重さそんないらん、わら、わからないで重さ作ってたのかよ、わら、バラ軽いやつ多い、ゴミバラじゃなかったら余裕だよ、ここが今、ここが今、僕が夢を見上げる場所、その夢から
騙された。ここが今、ここが今、古い鎧着てる人。ちょっといくら、ちょっといくらかかったっけ？ちょ、これ、これいくら？ちょっと覚えてる？これ。いや、それでいいって言ってるから。ちょ、いくらかかったか、ちょっと。雷役もいらんよな。ちょ、ちょっといくら、いくら、いくら？ちょ、いくらかかった？これログアウトしてねえよ。1ゴールド獲得、精霊。精霊。ちょ、待って、半腹避けれるからいい装備だよ。エラーは150くらい。まあ、今回に無駄遣いしようって枠だったんだろうしな。違う、無駄遣いなんかしねえよ。なんでだよ。代は賞を兼ねる。ただブロ、ただブログは書くよ。みたいなもんだから、あっていいと思います。わら。ただブログは書くよ、ブログは。ちょ、待って待って。1980、553。まず、髪切るようなザコタクもないでしょ。全部雷の攻撃してこないよ。ちょ、待って、ちょ、ブログ書く。僧侶、僧侶レグ、僧侶レグ装備、足。1900。ティーテリリ。いや、でも280に渋いな。ちょ、待ってな。で、これで、これ、足な。これ、理論値とか渋いな、これ。この理論値が一番無駄な気がすんな。この理論値、マジ無駄だよな。だって、ザルトラいけんだもん。ザル。で、いや、ほんとでもお前らってほんと性格悪いよな。お前ら終わってからな。ほんとお前ら終わってからブーブー言ってほんと性格悪いよな、お前らな。てってりーてってりーてってりー。ちょ、待って、今ブログ用にこう撮るから待ってな。ブログ用に待ったから待ってな。てれれれー。いつになくコメント多いからいいだろ。テレレレー、テレレレー、テレレレー。で、次で、重さでしょ。で、エンシェン、で、エンシェントタクトな、ちょっと待って、エンシェントタクトな。エンシェントタクト理論値。これちゃんと全部記録立たないとな。てってれー、てってれー。ルイの金持ちが理論的になってどうするの。自分で最初で調べて買おうね。春休みだしな。僧侶レグ装備、僧侶レグ装備、スティック、スティックが553万。春休みキッズはいてるな。まあいいだろ、みんな元、まあみんな元気な。春休みも放送見に来てな。っていうところで、こっからオシリスのアンクからのオシリスアンク、オシリスアンク、オシリスアンク、オシリスアンクガンガン行って、オシリスアンク、オシリスアンク、オシリスアンクで、あと聖堂、テレレレー、旅人バザーで聖堂、重さ280でしょ。じゃあちょっと一緒に行くガチプレイヤーを募集するか。その回の全然勝てねえから、あの練習つき合ってくれる人。二宮君は1億装備らしいよ。聖堂じゃなくても届きますけどね。小池さんなりのネタですよ、聖堂は。僧侶レギュ装備。上回るコメント数だと指輪開いちゃったね、わら。聖堂、聖堂、聖霊、聖霊上。それで行きますか。聖堂だけが下手んな。から、あ、精神。星。本当聖堂はマジで無駄だと思う。精神。待て。聖堂は装備させて。ラーラー。お友達いないの？ちょっとあの聖堂装備するか。聖堂ちょっと装備。次からで行きますよ。聖堂。あれ、おい、かぶってねえんだけど。迷子でか。え、え、あ、え、あ、できないんだ。
あの、この精霊王だと出ないんだ。あ、そうか。うーわ、聖堂の兜で行こうと思ったのに、うーわ、マジか。聖堂で行こうと思ってたのに、うーわ、マジかよ、お前。うわ、聖堂で行こうと思ったのによ。それが面白いと思って買ったのに、もう何なんだよ、お前。あれ、いいんだけどな。マジかよ、あの、X 君だった。これ、いってえな、これ。いや、これマジでいってえな。もう200万ぐらい安い買い物だったのに、いってえな、これ。マジでいってえな、これ。ここが今。マジ、ここが今だな。ドレスアップできるよ。いや、そんなドレスアップしてまでいかないっしょ。そんな、そんなもん、そこまでなんか狙っちゃダメでしょ。こだわりがん。上脱ぐ？これを？ここが今。課金スーツでもエコーレス作ればいける。やめ、笑わ。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずもなく、まあふざけてるのは、まあふざけてるのは今回にしてな。まあちょ待ってくれて、ちょっとてれれれで、いや、君たち、この前、ちょっとブログに書いたけど、この前、ちょっと悲しいことがあったから、ナイポチ。それは悲しいなと思ったら、ナイポチしてくれ。ちょっと悲しいことがあったから、悲しいことブログに書いたから、ちょっと頼むわ。てれてれー、てれー。てれてれって、いや、ほんとびっくりした。そんな。悲しい時、その時に笑った、ここが今。ちょっと待ってね、え、画像アップロード。画像アップロードからの、ぶっちゃけブログネタで久々にこういうのをやろうと思ったよ。俺、金かけた系ブログ俺しか書けねえじゃん。ちょっと、行くしかねえなと思った。僧侶レグ装備。はい。で、エンシェントタクト。なんでブロックされてるんですか？知らない。知らないよ。エンシェントタクト、ちょっと待ってな。エンシェントスティック、ブロガーのゆうかさん知らないですか？チェー、ゆうかさんとかわかんない、ごめんなさい。小池さんドレスアップして、言うほどブログ業界に興味はない。チェー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 、とりあえず装備揃っちゃったな。装備揃っちゃって、精度、足。あとはドレスアップ。いや、これでいいよ。OK、あの、エンシェントタクト、21、それから雷の14の呪い、100、それから精度の兜、テレレレーテレレレー、ちょっと昼間のこの時間待ってるよ、足くん。あの、ちなみに私の僧侶とちょっと行ってみたい人、ちょっと今レグナードに軽く下見行きたい人、219丁目で待ってます。呪いとか入らなくね、わら。レグ僧侶出荷枠ですか？霊道僧侶とはいかないです、一体です、へっ、わら。219丁目来てる、219丁目の精神絶対嫌だ。そうでいっかな、コロシアムみたい。今日のレグ何最強か、わら。最強らしいよ今日、勘弁してくれよ。画像アップロードからの
そう空いてます、そう空いてねえ、そう俺がやる、勝利やりますか、勝利考えてる、呪いらないね、なんで呪いら、やめろよ今さ、そういうこと言うの、エルフの無駄遣いしたい方やめろって、そういうの、もちろんエルフ雫は配布するんでしょ、それは配布するでしょ、そらそれは配布でしょ、和骨呪いにしたんだ、呪いにしたよ、テレリレレ、パラディオンは倒した、ちょっと待って、パラディオン倒した、2時間くらい拘束されてもいい方のみ募集です、いやもうそのすぐでいいよ、そのちょっとやって終わりだよ、まあまあゆっくり行こうじゃないか、精神の盾、これ結構この手のブログ大変なんだよな、拘束わらわら、ちょっと5時間、まだ呪いなんとか言ってるヤクがおるな今言ったら明日まで終わらねえぞ、終わるから、ここから見るのこっちもしんどいんだぞ、長丁場、ちょっと行こうぜ、ちょっと行こうぜ、まあ、見てくれる人ありがとう、ちょ行こうぜ、タクト、タテ、でこれからでこれこの聖堂の兜と渋で、ちょっとその前に一緒に行ってくれるやつがいんのかっていう、そこですよ、一緒に行ってくれるガチプレイヤーがいんのかっていう、あれだからね、俺と同じクラスの初心者がもう一人いたら、エアプじゃなくて栄養なんだろうな、言うてからで倒せたなら余裕でいけるだろう、まあ、一応俺魔法使いではだいぶ早い段階で倒しましたし、私10月31日に倒しましたし、パラディンでも倒したんでね、もうあとはもう僧侶倒すしかないでしょ、あ、ガチじゃないと無理なんで、僧侶レグ装備、頭ちくわさん誘いませんか、頭聖堂、聖堂これいくらしたんだこれ、聖堂200、お前聖堂で212万とかなめてんだろ、おい聖堂の兜212万とか、お前どんだけ由緒正しきもんだよ、ふざけんなよ、ちょ腹立ってきた、 U5 いなかった、おい212万の聖堂買った人とかいます、バラはスティック誘え、じゃあスティックバラ行くか、スティックバラ、僧侶でお慕いできるんですか、すごいよね、ラララララ、聖堂バラバラ、条件うまそうな人、怒らない人、聖堂200万とかのラクエさんとかなら必死だな、ちょブログ書くか、ちょ待って、ちょブログ書くか、お誰か来たぞお前ら、誰か来たぞお前ら、最強だと魔法うまくないと無駄に、聖堂212、スピパラでうまいやつとか見たことないわ、カツカツえんな、U5有機物さんがいますね、初見です、ドラクエばっかりしてないで仕事しなさい、負けても怒らない人、仕事とかでしたことないもん、俺生まれてからしたことないもん、でリスナーのためなら210万くらいちょろいだろ、まあ、ちょろ、まあ、ちょろいな、ちょろ、負け続けても怒らない人、勘違いすんならスケパラは半パラもできるんだぞ、マジで、遠心のタクト、精神、みんなでもレグナード好きなんだな、遠心のタクト、精神の立って、精度黒、これだ、精霊王の、これ結構ケチったな、精霊王のクロークは結構ケチった、これ上は結構ケチった、雷18、あれで皆さん俺簡単に言うと雷100じゃないってこと、ちょ今これはなかったわ、今キャップが一番ケチっていいとこだからな、ハリオタ当たっても怒らない人、社長なのに自分は見とって言い張るの楽しいね、ララら、2位、いやいやいや、2位とのくせに社長って言い張られてるのが面白いっしょ、お前らそっちの方が好きだろ、社長のくせに2位とってやつははって思うだろ、でも2位とのくせに頑張って社長のふりしてるやつの方がやっぱ面白いだろ、そこが俺はちょっとできないとこなんだよな、ちょっと甘いんだよな、レグ装備、そう、体上装備、人気物もいいね、連打キッズ集やばいから人気物にしろ、体上防御の手入れ栄養がミート設定されて困る、雷18、誰に入れなくても怒らない人募集、
なんかあのあれだろう、なんか RM、 なんか最近聞いたのはなんか RMT やって、 RMT やってあの2週間バンになって、あの海外に出張行きますっつって、そのこの高級ホテル泊まってますとか言ったやつが全部ネットの写真だったんだろう。全部海外出張でどうこうとか出した写真が全部あのネットの写真なんだろう。もう頭悪すぎんだろう。頭悪すぎるな。所詮引きこもり野郎なんかそんな感じだな。ジャッキー店なんだよな。笑。雷さん。何それ。いやなんかそんな話を聞いた。そんな話を聞いて。ジャッキーのプライベートジェット。笑。やばい、そういう、やばいよな、そういう妄想のやつな、怖いな。渋いな。でも俺も全部真っ赤な嘘かもしんねえもんな。俺も芸能プロダクションの社長とか全部嘘かもしんねえもんな。申告は会計士の先生にやっていただいてます。なんでや、ニートがあんなことやるわけねえだろ、お前。ちょっとまあリアルの話つまんねえからやめようぜ。チャンネルもらってる時点で。ちょっとまあリアルのちょっと話つまんねえからやめようぜ。盛り上がんねえし。てってれー。清原の妹引き受け人で本当ですか？エンシェントタクトからの精神のお前。お前つまりやるぜこれ。違う。精霊を黒く、精霊を黒くした、これもともと持ってるしょぼいやつ。1回だけ5000万、5分ぞろやろ。てれー。え、お前やりくる5000万。え、お前5000万張りくる。したらこれ装備がタラで買えたことになるけど。5000万と5分ぞろお前やりくる。ちょっと今219人も来て。お？来るか5000万。お？ 5000 万で来るか。お？レグナード装備、体。わら、エグい関係の芸能事務所。レグナード装備、体、か。お？喧嘩か？から、から、お？体下。麻痺。グイン。清原じゃなくて田代正史の引き受けでしょ。ラー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 。お、あの500万の保釈金出したのジャイアンの知り合いって噂本当か。お、これが、麻痺封印。はい、流れ変わったな。お、やるか。お、ちょここら辺言うとマジヤバいことになるからもう控えるけど。お、清原はワーニングだって言ってんだろ。ダイスの流れか。マジで来るのか。行きます今から。てれれれ。魔法使い装備。魔法使い装備、装備で。おい、なんでレグナードソウル倒していけんのゾロなんかやんねえけんだ。お前100こっちだかんな。お前アビダイ葬式で100はこっちだかんな。お前、お前、しかもお前のわがまま、お前のわがまま聞いたんだから、俺が負けたら次1億勝負だからな、お前。分かってんだろな。お前が一回やりたいという願い、俺が一回来んだから、俺が一回やりたいという願いも聞けよ、お前ちゃんと。てれってれー。ナイス、こんにちは。はい、ナイス、こんにちは。精霊を、グ、精霊王のグローブ。エルブは学校。この皆さん、放送の流れを止めてまでギャンブルを五分でやろうというバカどう思います。正確にエルブ通わなくていい。この楽しく装備を揃えてブログを書いてる時に5000万のギャンブルを勝手にやれと言ってくるようなアホギャンブルはどう思います。無限バイブで沈めてやった方がいいと思いません。最初から断っとけばいいと思います。無限バイブで、いや無限バイブで沈めるっていうの、逆無限バイブで沈めていいですか。どうせ来ないだろ。いやマジマジ、逆無限バイブで沈めていいですか。俺が勝つまでバイブで沈めていいですか。やめとこ、ミノルはウソなんやけど。
けど社長の言い分は受けられんって口実を作ってくれた。ありがとな、ビクサー。例外なキッズですね。高校ってもうほぼ卒業だろ。セイレイオ、学校休みだから人生ちゃんとしろよ。わら。セイレイオグリ、セイレイオ、十。ちょっと待って、装備、腕、速度、速度。大体お前人様の放送乗り込んできて5部でやってくるなんて、すごいんだお前。そちらがユールで構いませんからやってくれませんかで初めて話を聞くわ。21184で行きますよ。できたやつ見たことねえや。まあそういうことなんだ。でもこの前、この前あのおにぎりっていう、おにぎりって人がピラミッド行きますって言ってから恥ずかしいからやっぱ見ますって来なかった。ちょっと寂しかった。さあ腕からの21、ラー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 。キッズ今休みだからか、モンスターロード行こう。まあでも可愛いな、わら。まあな、魔法使い装備で前から持っていました。あれ、これちなみに今市場価格いくら？いや、マジマジ現在市場、この精霊王の下はこれいくら？お、なんかいっぱい来てるぞ、お前いっぱい来てる。お前いっぱい来てるぞ。やった、付き合ってくれるやついっぱい来てる。優しいな。防具、体下で麻痺、精霊王。ちょ、これちょデータが欲しいから。ちょっと待ってな、企業さんでは？麻痺100ね、麻痺100。麻痺100、封印40な。麻痺100、おにぎり殺し屋の資料入れんかったやつ。麻痺100、そうそう、麻痺100、封印40、これか。地上価格全然ちゃんとしないとやべえぞ。約150万。総力器用さはいらない。約150万ゴールド。あの会員入ったら得点ありますか？あのあれですね、フィクサーバーの時、あの1時間半ぐらい、あの無料で飲めます。会員に来て、あとはその有料会員放送が見れます。よろしくお願いします。あの3月22日にフィクサーオフ会があるんですけど、会員ですって言ってくれたらありがとうございますって、あの目を見ています。こちら腕からの呪文、精霊王グローブからの、呪文暴走じゃねえな、呪文発動が21、はい、328万。そういうのは教えられません。328万ゴールド。テレレレテレレレ。失礼、待たしちゃってるから選んでいこう。お、有機物さんだって。パラディン、カルピスクラブ所属で U5。 もうちょいサービスしてちょ。毎日食べたい前んの。ちょっと待って、これ、重さいくつ？重さいくつあればいいの？ 402。有機物さん、重さ422。おい。ブレス、まあまあ高い。ブレス、まあまあ高いからの、ブレス、まあまあ高い。からの、おお、この人 HP と重さ理論値だ。すご。有機物さん、初登場。あれ？しかもすげからえな。あれ？おう。おう。有機物行こうぜ。で、刑事、ま、魔法使いは俺うるさいよ。ちょ、魔法使い清さいくつ？ちょ、魔法使い、ちょ、俺魔法使いうるさいよ。魔法使いは、魔法使いちょっと俺うるさいよ、俺。魔法使いはだいぶうるさいよ、俺。魔法使いはだいぶうるさい。16、15、お、重さ、全突破。俺はもう、俺は魔法使いうるさいよ、俺は。魔法使いちょっとうるさいよ。器用さ、素早さ、暴走、こちら554、レインディア、
コーマコーマ器用さ三河市転びの三河市をちゃんと隠せるようにしてない魔法は却下、重さない魔法はあれだな。攻撃魔力不思議のカード、不思議のカード、器用さ、あれ暴走 100% エミリー暴走 100%。 これがこの 18.5% ないやつは解雇していけ。魔法使いにはうるさいよ、魔法使いにはうるさいよ。勇気物乗られるけどやべえぞ。みんな強いな、みんな強いな、みんな強いな。ちょっとあのエミリーさんはちょっとアクセ頑張ってないな、ちょっと頑張ってないから、これはじゃあまあここは全然これ劇団員、これ劇団員、ここ劇団員枠よ、全然パ。おいお前ら、お前ら一緒に組むんじゃねえのかよ。レインディアがケイジモノクル、まあ、これあの一番ごめんねエミリー、サボ下げてくれ。一言言うと魔法とか別に装備より神避けるもの全部避けるからぞ。サボー、あれ、サボが失敗ですよ。あ、俺がね、俺がサポートか。ほんとお前らちょっとおせちシュウペイカムユーバイトさせてくれです。放送見に来ねえんだ。テレはい、こちらはい、全ズッパー、全ズッパーからの全ズッパーか、あの有機物やべえって、どっちのやばさよ。あ、有機物仲間誘う、あ、有機物、あと魔法使い、魔法使い、こうこれピカちゃん、ピカちゃんがこれパラディンだな。ピカちゃんとか絶対うめえだろ。河原の方がいい。あのピカちゃん、ピカちゃんはやっぱなコロシアムで活躍してもらわないと。有機物、あと魔法使い、魔法使い、ちょ魔法使いが刑事か、ちょ魔法使いが刑事か、文字図持たれつ、文字図持たれつ所属、いや文字図 HP と重さ、まあ、このね、レインディア、封印の印籠、HP の器用さ、これどっちだ？器用さだからこれ暴走するけど、攻撃前、いや、これ、ごめん、ケイジで。でもあの、レインディア、ちょっとあれだな、レインディア、不思議のカードやってねえな。不思議のカードやってねえ、天使の丸、炎の攻撃 10%、炎の攻撃 10%、炎の攻撃 10% からの、からの炎の攻撃 10%、もう、ケイジ合格。レインディアまたよろしく。ケージ来たことにした。よっしゃー、よろしくお願いします。でもストームタルト来てくれたのに断って皆さんすいませんでした。10分後から行きましょう。このプタ絶対やれ。このバーでちょっといける感じするよな。で、アクセルギア理論値ね、これね。アクセルギア。ちょっと今ブログ書くから待ってる。5分持つかな。アクセルギアが理論値。バラは最初か最後に誘った方がそうは楽なのに。てって。何時間かかるか楽しみ。来てくれたのに断るとかひどい。ごめんな。早、なんで今食べたの？わらわら。食べてえからだよ。で俺コマンド何をしてもいいかも分かんないクラスだけど大丈夫お前ら。そう僧侶レグアクセ社長僧侶なの、大丈夫じゃない、わら。テレレレハンターハンターね。明日には何か聞いてる。待ち受けているのか今は知らない。 LINE 下げるからだったらダメだな。うまい。確かめたい。ドアノックでも見て予習した方がいいですよ。ドラクエ界の文字の意味のちょっと、ロアが素晴らしいプレイしてる動画あります？いや、ロアが素晴らしいプレイしている動画とかあります？いや、俺、ロアよりいけるだろう、少なくとも。今の子供その曲知らないぞ。何回負けるまでやりますか？いや、一発でクリアするって。何してんの？1対4で戦ってたけん。てれってれー、てってれー、てってれー。ロア装備は良かったけど、ミスも多かったけどな。いや、皆さん、ちょっと、
皆さん忘れてません？私パラディンでクリアしてるんですよ。パラディンで最強レギュナードクリアした人います？リスナーさんで最強パラディン、しかも私もほとんどミスなしっすよ。この前クリアした時パラでクリアしてれば4人だよ、いっぱいいると思います。ない？あの二冠制覇した人います？つかあの三冠制覇した人います？これね皆さん、腕的にはね、いや皆さん腕的にはねクリアできる人いっぱいいると思うんですよ。金かかるんですよレグナードって。そこの頑張りを認めてもらいたい。博愛しょぼ、いやこれちょっとしょぼい、これしょぼいな、いやこれしょぼいな、これこれちょっとあんま出したくねえな。いやブログにこういうの出すとちょっと戦う、ここディスられるんだよな。ブログにこういう中途半端な博愛の指輪出してるとここディスられるんだよな。博愛ちょっと恥ずいなこれな。いやパラディンと僧侶と魔法使いのグランドスラムだよ。3つだけど、まあグランドスラムって4つだけど。ドクックス、ドアの最強レグナード4討伐、操縦戦。じゃあこの後もう一回パラで行ってみましょう。ちょ、それくれよ。ちょ、わら、博愛、わら、頭不眠かったんだから指輪いらなくないですか？あ、指輪いらねえな。そうだな。これ違うわ、これ違うわ。あ、そうだ、封印いらねえや。封印いらないわ。60の、いや、いらないわ。これ何これ。え、指輪何でいいの？指輪何？指輪何？俺の博愛より主義に高い、いい博愛持ってるな。え、指輪何？指輪何？指輪これでいいの？限界同士の指輪。魔法だけ4はクリアしてない。金かかるから、笑う。金の指輪もいらないもん。え、どうしますこれ。これ余裕ぶっこいて混乱にします。理性にします。力発露とかかな。え、そんなもんねえよ。力の HP とかないよ。え、金もない。金もないよ。え、これ、どういうこと？これ、ホーリーライト打てんのこれ。攻撃魔力。これでも、こうマシか。マシでよくね。いや、ソーサリーリングでいいよ。麻痺もあるの？麻痺もあるじゃん。麻痺もある。麻痺もある。ソーサリーエンナー、わらわら。なめくれなしでいこう。いや、あえて外すか、これ。これでも、守備と MP 上がるから、ちょっと、ないのはナメプだな。ないのはちょっとナメプだな。ソーサリー MP でいくか、ソーサリー MP で。限界、力、古び。古びだ結婚指輪でいくか。これでいくか、これで。古びだ結婚指輪で。これでいいな、これで。古びだ結婚指輪でいい、これ。この子渋いよな。じゃあ古びた結婚指輪でちょ渋い、これでいくわ。高子さんかな、高子さん。葬儀選びで才能がない、わら、わらわら。もうこう古びた結婚指輪でいきますわ、ちょっとこれ。古びた結婚指輪、もうこれでいきますわ。ペッペレッペー。なんで持ってるの、わら。え、これって何、返さなきゃいけないのこれ。重さはさすがにないんだね、わら。え、これ持ってたらバンとかある？大丈夫？これバグとかある？持ってたらいかんとかある？捨てた、わら。ないない、ないよ。捨てた、マジで捨てんなよ。じゃあ皆さん、ない、バン破棄してないのが可愛い。でれー、指輪。俺も持ってるよ。古びた結婚指輪、俺こういうの大事にする方なんだよね。気なずけなくていいのか、わら。指輪渋いな。指輪渋いな。金のロザリオ。
それからオシリスアンク、気が付けないと1億失った夏犬くんみたいになるよ。え、夏犬に1億失ったのやるな、1億失っちゃうとかやるな。夏犬ってあのちょっと主戦度の危ない若い子だよね、すごい主戦度の子だよね、将来怖いね。ロアナ、ロアのアビダイス継承して怪しいことやってアビダイスの継承者を剥奪された子だよね。アクセアンク重さ。夏犬は危ないね。写真もないから嘘かどうかわからないけど。ペレペペペ。怪しいね。やっぱり史上最高の全滅ロスターはやっぱ川野で決まりでしょ。川野最強でしょ。震える震える川野。せやな。雷100はありますか。雷100ないかもしんない、ごめん。でハイドラ、これ結構これキャプティアの大変だなこれ。自分の血がそんな美味しい場面取らないわけがない。笑テレテテレテテ、料理食えば行くっぽいよ。え、俺100あんのマジで。100あるよマジで。え、じゃあ俺何食らうの。呪い食らわない、雷食らわない、ウィングダイブとあのテールなんとか避けたらもう勝てんじゃないの。ニコ生もついもやってる時点で写真撮るよな。ブレス、おたけび、わら、おたけびね。物理ぐらい、わら、通常攻撃も来るけどね。通常攻撃やな。腰ブレスは普通に立ち回りできてれば食らわない。シャイニングブレス勝てる。エンドの時下がってね。ここ無敵だな。エンドの時ね。おたけびならハイドラベルと、で不思議のカード、エンターキー壊れる、つまり無敵、これで勝つ。あ、無敵だもんな、無敵だもんな。何よりおたけび食らうと思うよ、笑。いや、あのね、皆さんね、あのその舐めてますけど、何回も言いますけど、私あのパラでクリアしてるんで。そんな皆さんね、まるで初心者が挑むようななんか扱いされてるじゃないですか。いや皆さん本当、あの昨日始めた初心者がなんか挑むような扱いされてるじゃないですか。私あの皆さんより皆さんと同じ時期にも倒してますから、結構早い段階でね。てれれ。あ、ちょっと待った、仕事電話。パラやってる僧侶は時間あるから小池以外といけると思う。棒立ちだけはやめてな。はい、一発目で決勝。なんで抜けるんだよ。おーおーいって言ってると思います。銃を捨てたアメントだぞ。社長にカレーを食わせろ。創業初日で最強クリアだったらドラマあるな。小池、痩せろ。
今日は最強なのね、わら。レグ4。バトルコマンド変えたか？最強が最強を倒すから見とけよ。レグナードみんな毎日してるのですか？朝6時までやります。痩せろ痩せろ痩せよう。私は僧侶のやつの方がいいんじゃない？痩せる、痩せたい、痩せたかった。日課にしてる人多いよね。痩せよう、痩せれば、痩せるとき。社長、今日リッキーの誕生日だそうですよ。痩せれども。レグは起死回生のコンテンツ。リッキーハピバ、ここが今。痩せてください、タカコ。失礼失礼失礼。はい、オッケー。レグナード装レグナード僧侶装備。これいくらだ、これ2000万からの2200からの2600からの、2600からの3000万からの5000万。レグナード僧侶装備、重さ282、雷100、レグナード僧侶フィクサー、エンターキー壊れる。レグナード僧侶フィクサー、重さ282、雷100、金で解決、うわやや、はい、金で。とんで、ちょっと待ってくれ、ててれー。じゃあもうぼちぼち行くか。まあ、かけたな、わら、眠くなってきた。うん、まあちょっとな、ちょっと金かけたな。ちょっと待ってな。今さら5000万もかかることあんだな。ててで、決戦は近いからのレグナードで、はい。グッド情報来るらしい。グランプリ情報今日、マジで。
グランプリ装備買わなきゃ。こんなことしてる場合じゃなかったよ。無駄遣い。情報来たら高くなるよ。とりあえずな。イグサージャンが出る？ケケケ。おジャンが出ねえな。ジャンが出ねえけど、新人に協賛金送ろう。新人にやるごとに100万ずつあげることにしてんだ。100万ずつ協賛。フレンド、冊子。今日からグランプリ？今日からグランプリなわけないでしょ。新人100万ゴールドからのナイス協賛金。じゃあ行くわ。タラレレー、よろしくお願いします。世界樹の葉、世界樹の雫、妖精、エルフ25。新人同じ照明だっけ？新人違う。福広場情報来てるぞ。マジで？いついついつ？え、マジでいつ、マジでいつ？てか次はお主ランカーなるんでしょ？いや俺次ランカー行きたいな。ちょっとお前ちょっとね、ちょっとリアル次第。ジャンバとかぶった？魔人の勲章に。よし行くか。22サバで、22サバで。俺つうかさ、はい、槍0、スティック150、コン0、縦150、進行心。これ氷結乱撃ある。これ氷結乱撃する可能性あります。3万ゴールド。みんなにあれだ、ゴールド、あれを買おう。団体は時間ないときついと思うよ。ねえ、本当だ、情報来てない。嘘じゃん。みんなに竜外師とエルフあげよう。使う。竜外師10個、20個、30個からの40個。こんな当然でしょ。使うもの、消費アイテム、エルフの飲み薬、はい、ナイス。嘘やせ、騙されたらあかん。ネット情報は信じちゃいかんよ、小池くん。ペーペレレー、飛ぼう、ルーラー。エルフ上がったな。ゼンツッパー、マティル村。トハラだな。22。ちょっと真面目に行くか。30分で倒せる1、1時間で倒せる2、2時間で倒せる3、倒せない4。準備に2時間弱は十分だね。よろしくお願いします。テレレレー、竜外師、それからお裾分けのびっくりトマト、それからこちらエルフの飲み薬5個。はい、とりあえずナイス参加。頑張れ。竜外師10個、それからびっくりトマト10個、それから
あ、どれだ、エルフのレグにふさわしい曲流して URL 省略。レグにふさわしい曲で YouTube ダメなんだよ。ニコニコにしてよ。有機物ナイスケージ、両津ではダメだって。特に聞かれた、今まで様子で普通に流してたのにどうしたの。装備、ちょ待て、ナイス、よし行くぞ。システキャラバトルコマンド、ちょマジで使うやつ行こうぜ。ちょマジで使うやつ、聖なる祈り今使うじゃん、聖女の守り今使うじゃん、マジかよ通報するわ。で女神守り立て、守りの盾キラポンビブシラン、守りの盾、ファランクス、会心ガード、ティンクルバトン、キラキラポン、デビルンチャー、1ページ目に天使もいいですよ、余裕あるなら魔法に天くる天使、天使、天使の森、キラポン、もっと上か、聖なるようにキラポン、女神の祝福、聖女の守り、キラポン、ビッグシロスアートとかいらねえな、ロスアートいらねえ、魔法トラ、ここら辺いらねえな、不気味な光も行こうか、ビッグシールドいらないよ、不気味な光、守りの盾、ビッグシールドもいらない、はい、見逃しもいいよ、ラピッドステーキ、見逃し、見逃しは渋いな、おたけびいらねえな、おたけびいらない、ラピッドステッキ、ホーリーライト、ファランクス、会心ガード、ここら辺いる、呪文も書いて、知る技、呪文確認して終わりや、守りの、守りの盾、ホーリーライト、会心ガードとかいるか、ホーリーライト、ホーリーライトもいらんか、これでいいな、キラポン、聖なる祈り、不気味な光、呪文、呪文がフバーハいるな、フバーハ、リーベホイもいらない、フバーハいる、ずっしベホイム、ザオラル、ずっしベホイム、フバーハ、ザオラル、ずっしード、まだ宝珠で復讐の早読みあればいいね、ずっしード、はい、ベホイム、フバーハ、ザオラル、ずっしード、スクルト、スクルト、ズッシード、ザオラル、フバーハイ、ベホイム、ベホマラ、ザオいらねえ、ザメハ、マヌーハ、キアリク、キアリ、ホイミ、スクルトいらない、スクルトいらんで、スクルトいらん、スクルトいらん、ベホマラ、スクルトのとこマラーにしよう、マラーでしょ、スクよりマラー、オッケーオッケー、リベホイム、リベホイムとかいんの、ザメハ、マヌーハ、キアリク、ザオ、リベホイミ、リホイミ、ザキ、オッケー、シンプルに行こう、シンプルにこれだな、ベホイム、フバーハ、ベホマラ、ザオラル、ズッシード、1ページ目しか読んだぞリベホアイラン、オッケーレッツゴー、オッケー、いろいろやりたくなるかもしれんがその1ページで足りる、プロはリベホするけど気にすんな、リベホイムはバラにかけとくといいな、まあ、とにかく死にそうな、ね、人を回復な。でキラポン誰に入れんの、キラポンとりあえず全員に入れんの、え、タゲじゃない時は押す、ターンエンドが来たら下がる、多いね、まあやるか、自分以外に入れればいい、全員リホイム、自分以外、75行こう、キラポン、ボンは75切ってからでもいいよ、フバーハ、キラポンいる状況の見極めが大事、小池以外、魔法優先全員、
残りは制御ラインまで回復してやればいいよ。レグナードいいですね。特技キラポン。全部キラポン。ケイ。キラポンはいい。押せ、はや、わら。ペレペレ。押せる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 、ナイス。キラポンはまだいらない。まだいらない。やることねえな。めぐみ。まあ全ズ、まああれだな。だけじゃなかったら押す。遊戯物。聖女負け。やることないって言ったね、正解。壁まで押して余った時間で他のことやる。いい調子。天使。なんかごめん、ここ勝っちゃうかも、普通に。壁際まで常に押し込め、それが仕事だ。とりあえず壁ドン2時。これ俺だ。タゲ俺、タゲ俺、タゲ俺、タゲ俺。タゲオタだったらやばかったな、わら。タゲ俺、タゲ俺。あれこれごめん、普通に勝っちゃうな、これ。エンド下がらないとダメだよ、わら。ナイスゲージ。あれこれ勝っちゃうな、これ。よりよりずし。寿司更新はお前がしろ。僧侶に合わねえ、わらわら。暇なら自分に聖女。先押す。魔法今のイランは普通に手数稼げよ。いけいけこいけ。だいぶ多いな。余裕だな。おい今、あごめん、ちょっと今、前が上がんなかった。中盤手が足りなくなった時の優先付け。ツッコミよけ、おいおいおい、レグナード優しい。優しいレグナード、レグナードなめくしてるな。あ、死んだ。俺一回よ。あ、おぜおぜ。だけだったよ、わら。押しながら天使、今のわからんとかやばない。あっ、勇気やべえぞ。護送船団みたいだな。行くさ、別にこっちまでなめくしなくていいんやで。ああ。押さないと。電子を切らすな。これ俺だ。ターンをかけるな。これ俺だ、これ俺。ここからテール来るで。これだ俺。もう雫ぶっぱで。副シャーシャン、頑張れ。ボン巻いて。自己剣からのホーリーで火力になってけ。魔法に聖女よりキラポンでオッケー。フバーは更新と寿司更新もしろよ。ジゴスパしろ。俺なんだな。もうキラポンいるぞ。押してやれ。押せよ。メンツ元に聖女はいらないな。ライン上げろ。押してやれ。シャイニングブレス、やば。これ死ぬ、これ。あ、死んだ。近いから押せ。あ、俺パラディンじゃねえ。俺パラディンじゃねえよ、俺。ラインやべえ。押しとポンが甘い。俺パラディンじゃねえの。わらわら。わら。
私あと3人にキラポン入れるだけだよ。おーい、わらわら、なんでブレス耐性ないの。3アウト、わら、おいおいおい。ケージダークネスブレス、このパラ大丈夫。あ、雷と重さ積んでるらしいよ。だからブレスは必要だって。よし、あ、細胞量遅いな。通常起きてないから起きてないけど、キラポン大事よ。渋い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 、ウィングナイフと聖なる祈り。イクサさん、あらかいこで。ウィング本当多いな。渋い、このパラダメだ。なんで祈るの。おしわんまでされたぞ。パラへの寿司は優先度かなり高いです。このパラ大丈夫？このパラ多分無理。キラポン3人に入れてセーブ自分に入れるだけ。これだけで勝てる。スクシャーション、パラ解除でーす。ちゃんとやれよ。パラウィーゼイカよ帰れ、わらわら、天使。これ俺だよな。エンド処理できないパラってまだいたんだな。だからスジパラでうまいやついないって。クバの優先度は低いよ。自分セージュとタノキラポン半分よりこっち来たら優先して押した方がええで。惜しいね。さっきの押し半は押しながら天使した社長のせいやで。雷100円な。あー、これごめん、クラゴも。あ、これからあかんわ。あ、許されていく、わらわら。リスナーさんの悪口は過去ログたどって NG します。やばい、しません。守りの盾入れていこうか。レグナードがマジで優しい。邪魔だー。バラに聖女。いけるいけるぞ。来るから下がろう。ナイス聖女、下がれ。ほんと押さないな、バラ。いいね。俺じゃねえ、俺じゃねえの。魔法がうまいからワンチャンある。パラさんも盾入れないの。そろそろ危ない。パラにキラポン。寿司エブイの更新だけはしてあげよう。寿司、寿司切れる。前行け。ボン負け。コメントの援助的確だな、わら。寿司とはこまめに入れていこう。痩せろ。押しながらからに聖女、押さずに棒立ちね。押しちゃダメ。押しちゃダメ。ごめん。一発クリアルで集中していけ、いけこいけ。あ、これやべえな。パラが転んでるときは押し崩れるかもね。マジか、ごめん。マジか。見えなかった。
こんにちは、頑張ってください。ナイス戦士。魔法が普通にうまいな。レグナードの構えでわかる。バラがヤバいだけ小池のミスじゃない。あるある。あー、これごめん、これクラウド、クラギの天使入って